the Kazuya presentation for Smash about to go down. I think my biggest question is, man, if they already do DP motions, right, and you get bonuses for DP motions on the Shotos, what the hell are they gonna do up EWGF for Kazuya, right? Electric Wind God Fist, are we actually gonna have some like just frame timing type of stuff? That's gonna be very difficult to do on a GameCube controller. People know how to use that shit. I don't know how they do it. I don't know if people have precision with analog sticks, but people do it. Here we go! 大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井正宏です。スタジオに戻ってきました。ご覧の通りです。だけど、いつものスタジオとはさらに違う広いスタジオを借りていまして、もうスタッフは非常に遠い距離を見ています。格闘ゲームシリーズ鉄拳から西間和也の参戦です。すでにダイレクトで発表しましたが、カズヤの通常技を改めて流してみますね。We're gonna review again. All these moves are looking so dramatically familiar because we there's twin pistons because we have just gone through and evaluated how legacy how much Kazuya changed over the years in his legacy.We didn't even get to tag two yet. Oh man. Yeah, that's Tekken 3 music, alright. There it is.Actually, you know what? It looks like they're just sticking it in his throw animation. That's what it seems like. これは鉄拳ですね。最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。Oh god, here's some footage of Tekken 1. 鉄拳とは1994年12月にリリースされたアーケードゲームが第1作目。ポリゴンを使った 3D 格闘ゲームで両手両足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。最新作は鉄拳7、ナンバリングは7ですが、タッグトーナメントなどの種類もあり、実際のタイトルはもっと多いです。ある日、like, was, like, PlayStation and PC game footage. 天の字か入ってる会社からかもしれません。Because you can't play any of these games on Nintendo consoles. これ海外でどう訳すんだって思いますけど。その声によると、マサヒロ、マサヒロ、鉄拳をスマブラに参戦させなさい。と。いやそう簡単に言いますけどね鉄拳やバーチャファイターなどの 3D 格闘とスマブラでは全く異なると認識していますRada just being like, hey, パンチやキックで相手を倒すということは共通していますがゲームデザイン的にはジャンルごと別物です単にスマブラは格闘ゲームなのかRada straight got influenced 議論や区分の問題ではなくゲームの本質的にゲームデザイン論のようになりますが鉄拳は間合いと技のヒット位置、上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が一度りで変化する座標のゲームです。求められる身体能力もだいぶ違います。また、例えばスタンダードなファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります。5 times faster, yeah?鉄拳の技を当てはめたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。だけどそれでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては。What Smash fans need to realize is that Sakurai is making Smash Brothers for fighting game fans. He's been doing that for years. 深掘りをした結果、一つ良いネタがありました。This is a wonderful invitation for you to become one of us. 鉄拳には。デビルインシという設定があります。I was about to say, that looks really good. I don't think that's Smash Brothers. 文字通り悪魔の力を引き出せるもので、カズヤも Oh, we're doing a Devil Gene Legacy? 引き継いでいます。デビルインシはカズミ、カズヤ、息子の風間陣にあり、平八にはない。参戦ファイターを平八にしなかった最大の理由がここです。That's why we didn't go with Ayashi. また、鉄拳7を見る限り、瞬時に、あるいは部分的にも、デビルの力を出し入れできるようです通常技はなるべく鉄拳に寄せつつ空中ジャンプ yeah, Heat Haze is making it in. 必殺技などをデビルの力に置き換えれば
スマブラでもうまくまとまるのではないかと考えた次第です。では早速デビルカを使った必殺技の説明から参りましょう。スペシャルムーブス。必殺技は例によって通常、横、上、下の4通り、方向を入れて B ボタンを押すだけです。例によってカメラは開発用の特別なもので、バランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることをお伝えしておきます。通常技はデビルブラスター。デビルカズヤを代表する高速で飛ぶビーム。 Well, this is a remix of Electric Fountain. Holy shit. It's called Karma. 本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。 Dude, Electric Fountain remix? Holy crap. 射程が長く飛び出したら一瞬で飛び複数人を貫くことが。 Well, this is going to be amazing for 8 player smash. 貫通するとその分威力が下がります。3人を貫くとこの通り。それと打点が高いです。背の低い相手や姿勢に当たらないこともしばしば。そこで下入力で打ってみましょう。下方に打つことで低い相手にも当たります。同じく上方にも打てます。これは不規則などにどうぞ。 That's awesome. 空中で打つと少し斜め下に位置の制御としてバリと使います。空中でも少し上、少し下と打ち分けられます。水平に打ちたければ上に出たら強い技なので、相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打って良いです。特に相手に接近したい鍵屋としては、相手から近づかざるを得ない状況を作るのは大事。ただ打っていいタイミングの見極めが特徴的だと言えるんですけどね。自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。もちろん反射できます。吸収もできます。 Damn, the wall break looks great. 何やってんの。横必殺技はデビルフィスト。高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンさせます。そこからの反撃をどうするのかがポイント。Oh wow, you get forward 4 after? Maybe that was forward 3? Jeez! Oh, this looks fucking sick! 相手が空中にいる場合、これまた弾いてしまいます。なお、シールドした相手は抜けません。隙だらけになってしまいます。移動距離は短めですが、復帰に役立てることも可能です。Interesting. Okay, I like it. 必殺技はデビルウィング。比較的シンプルな上昇技ですが、上昇高度が高いです。通常ジャンプは低いカズヤだけど、同じくデビル化する空中ジャンプの高さ、さらにデビルウィングの高さによって His regular jump is really shallow. 上方向への復帰力はかなり高いです。 Tekken jumps were historically super nerfed after Tekken 1. 上昇前後は全身交代できます。使った直後は少しふわっとしてますね。そして割と撃墜にも使えます。 That's cool. 出だしには強い。 What the hell?ところで、横必殺技と上必殺技は空中での技終了後に攻撃や行動ができます。必殺技後落下にならない。 Interesting mobility. ただし改めて横必殺技や上必殺技を使うことはできません。下必殺技はヘブンズドア。目の前の相手を掴んで地面に叩きつけます。スーパーアーマーがついているので無理やり掴みやすいです。 Ooh, and it gets armor? Ooh. クッパの横必殺技と同じく相手を道連れにできますが、相手より先にカズヤがやられることになっています。 Oh my god, they gave him. 気力が高いファイターの場合、カズヤがやられた後に戻れます。 Fortunate. また投げられ側の操作によって押し戻すこともできます。 It's kind of a dunk? これ何もしてない。 Maybe not? これリドリーが押し返した。 Oh my god.どれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。ちゃんと押し戻していれば、蓄積ダメージが低い時に自滅を狙われることはないでしょう。なお、空中の相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。浮いた相手にコンボでつなげたりもします。念のためコンボというのはコンビネーション、連続技のこと。多人数戦では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。
Kazuya, Ken, Ryu, and Terry meet in the middle of the mountains at Heihachi's dojo. 蓄積ダメージが 100% を超えると、あるいは体力性の体力が4分の1を切ると、1回だけ0時という状態になります。Oh, okay, so they're going to give him some sort of crazy gimmick thing just like Terry. ゲージの名前表示も変わります。So he gets Tekken 6 Rage Mode. この状態では攻撃力は 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。そしてこの際、特定の条件でレイジドライブという強力な投げ。And he gets Rage Drives from Tekken 7. Holy shit. 動作はヘブンズドアに似ていますが、威力が段違い。Oh my god, so you can cash it out. Wow, you get Rage Drives. 方法1、つかむ。比較的簡単ですね。方法に下必殺技ヘブンズドアを使う。普通のヘブンズドアより踏み込み強化しています。Yeah, it's similar to Terry, where it's like higher health. 方法三、勝利点コマンドプラス攻撃ボタン長押し。これは後で説明するライジン剣と同じです。コマンド版のものだけは威力が。Tekken 6, yes, Rage was introduced in Tekken 6. ボタンは攻撃ボタンでも必殺技。Rage drives were introduced in Tekken 7. 長押しすること。レイジ状態はレイジドライブを使ったら解除されます。And you can cash it out, so Terry can keep his shit. Terry it's kind of gets to go ballistic. This is more like Sephiroth. Yeah, Sephiroth allows you to, it like goes away after you cash it out. Oh shit. Oh, he literally does the Tekken 7 story mode thing.ちなみに、kind of uneventful. 小垣様の墓場だって言っています、日本語で。これ、そんなかっこいいことを言ってるけど、ピカチュウに対してもそんなこと言うんですよね。扇状に広がるので、乱闘においては第三者を巻き込みやすいです。反面、最初のビームが当たらないと発動しません。I like how the stage like eventually opens up completely as you blast it apart. 相手を比較的遠くにホールドするので崖外向きにヒットすると効果大です。条件が揃えば蓄積ダメージ 0% からでもいけるかも。次に通常技を紹介しますが、その前にファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。総合的には逆転性が高いファイターです。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合もいきなり逆転したり最終的に勝ったりする場合があります。ただリーチや攻撃範囲などでは劣勢です。攻撃が出る速さも原作ほどではないけれど、So just like Tekken, utilizing your mobility is going to be really important. And I wonder if they go for crouch canceling.体重は重ため、これは吹っ飛ばされにくくて有利です。ジャンプ力は低いです。これも原作風に。ただ、高さは他のものでも賄います。リュウやテリーと同様、ワンオンワンで相手に対して向き直るようになります。これは後ろ入力の技を入れるときに便利、格闘ゲーム的です。クッパほどではないけれど、常時スーパーアーマーがついています。さほどの効果はありませんが、ダメージが少ない頃なら、炸裂攻撃などを食い止めることはできる。Cool! I like it! それより攻撃の一部に強いスーパーアーマーが発動する方が大きいです。ダメージは受けますが、相手の攻撃に割り込めることがあります。This dude's feet are rooted into the ground. なお、原作になかったので、ヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとは、ヒット時に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで通常技の説明に入ります。原作である鉄拳のモーションを Can you hear Little Mac vibes? 実装し必要なところ It's actually going to be a lot different because it's going to be hard to move around with Kazuya like really well. テストしてみたところびっくりするほど Unless he talks about it. やはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎてボコボコにされてしまいました。最終的には速さも強さも色々加工していますが、意図して原作風味を保つこともあります。この倒れ方とか良いですよね。That's classic Jin's theme as well. 操作系統を他のファイターと変えています。まず、Lスティックの入力方向は8方向で考えてください。
一部コマンド入力のようなものもあります。全ファイターの中でも飛び抜けて多い通常技の持ち主。ただ最初に言っておきます、原作もそうですが、全部の技を使いこなす必要はありません。得意な技を見つけ、そこから広げていけば良いと思います。なお攻撃ボタンはいつも通り一つだけです。It's the same button, different timing. まずは弱攻撃。ボタンを連続で押すか、長押ししていると技がどんどん変わります。Oh. これがいわゆる10連コンボ。You can hold it. 操作などにより全て当たるとは限りませんが、連続攻撃をボタン一つで手軽に繰り出せます。So this ends up being like characters' mash attacks, right? 最後の一撃はシールド無効です。弱コンボ2発目から少し間を置いて攻撃することで先行劣拳、相手を吹き飛ばしたい時に使います。パパンパーンというタイミングを覚えてください。パパンパーン。ダッシュ攻撃は空残却、遠い相手に詰め寄って打撃するのに不可欠です。下方の攻撃をかわせるし、吹き飛ばし力も高く The wall fall part looks great. 前に2回素早く倒して攻撃すると左かかと落としが出ます。これにはちょっとした特徴がありまして、相手の飛び道具を跳ね返すことができます。What the shit? Okay. ここから時計回りに8方向です。スマッシュ攻撃に化けないよう優しめに倒すと良いと思います。上に入れながら2回攻撃でダブルアッパー。Twin Pistons is up AA, okay. 接近した相手への攻撃に使いますが、一発で止めてコンボパーツにするのも有効です。Wow, it looks so friggin' cool. 斜め上を入れて攻撃ボタンを連打すると螺旋弦魔脚。最初の1回が当たればほぼ確実に全て当たります。出だしが遅いので浮かせてコンボの締めにすると良いです。なお、連打をやめれば途中で止めることができます。横に入れながら攻撃で鬼蹴り、相手を低く吹き飛ばす喧嘩キックです。ベクトルが低いので気力が低い相手に。Whoa, the weird amount of pushback on that. リトルマック使われるというね。印象としてガロンドロフの突破集に似てますね。こんな感じだけど、実はガロンドロフの方がちょっぴり早いです。これ同時にやるとこんな感じ。斜め前下を入れて攻撃ボタンを2回押すことでかかと切り、2発当てれば相手を吹き飛ばします。They gave him so much shit. 1発で止めれば相手を浮かせるため他のコンボを狙うことができます。2発目はシールド削りが大きい特徴があります。シールドが割れなくても小さくなれば防御しにくくなるので、シールドされたら2発目まで出すのもありです。 That's a very fast shield break. Holy shit, dude. 下入れ攻撃はねじり裏剣、前進しながら攻撃するので割と射程距離が長いです。姿勢を低くしつつ攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。斜め後ろ下と攻撃で体育抱き、相手に尻餅をつかせることができます。単体で使うのは難しいですが、横必殺技と組み合わせるのがおすすめです。後ろと攻撃で人旋風、この技は出が早く、迎撃としても比較的強く、コンボにも使いやすいので出せればおすすめです。ただ間違えて背中方向への横スマッシュ攻撃になってしまうことも多いです。自動振り向きがない他人数戦でも出しにくいです。パッドを隅まで倒しきらなければ幾分出しやすくなります。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック、逃げり、後ろに下がりながらのキック、正確に狙いをつけてくる小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われることもあるかも。足が無敵になるものの、それ以上に移動が激しいスマブラではなかなか使いにくいでしょうね。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良いかも。Interesting. All the directional starters are good for starting combos. Wow. 他の技につなげることが前提です。こんな感じ。次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくて、ちゃんとしゃがみになってから入力すべきものですね。しゃがみ中に斜め前で攻撃すると、螺旋丸採集。姿勢が低く、長めの無敵時間があるので、カウンターに使うと良いでしょう。しゃがみ中、真下に入れながら攻撃をすると、シットジャブ。スマブラのこういう系としては遅い方ですが、連打が効きます。
So that's his rapid fire. His rapid fire is down one. His dick jab. Kazuya versus Sephiroth. ここはスマブラなので原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで。Yeah, so they, I was about to say, are they going to include wall standings? And they are. ガロンドルフの技の名前と被りましたが、これは魔人剣。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、And it gives you the stun state? Oh my god, dude. 相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなら、You get the stun state as well from the wall rising attack. 次に、スマッシュ攻撃です。これらはデビル化を行って力を増しています。横スマッシュ攻撃は魔人戦勝券。とにかくこれを当てられることが大事です。The song, Moonlit Wilderness. 有数の吹っ飛ばし力を持っています。少し溜めてクリーンヒットすれば、ファルコンパンチをもしのぐぐらい。ただし、隙は相当に大きいです。It's classic. It's Tekken 5 Moonlit Wilderness. 遠目ギリギリ、拳でしっかり当てるのがベストです。なお、クリーンヒット時は今のように演出が入ります。スーパーアーマーがあり、相手の攻撃に割り込むこともできます。これはすべてのスマッシュ攻撃がそうですが、This one gets a sweet spot as well, yeah. スーパーアーマーの強さには差異があります。横スマッシュ攻撃は一番強い。上スマッシュ攻撃はデビルツイスター。文字通り相手を巻き上げるシンプルなアッパーで、比較的発生が早く、攻撃力も吹っ飛ばしも十分です。攻撃範囲は狭めですが、発生の速さを生かしてコンボに織り込むこともできるでしょう。ダッシュで前を詰めると良いです。また床の上をかろうじて攻撃できる貴重な技、選択肢が少ないんですよね。下スマッシュ攻撃は四切り包丁。吹っ飛ばしを見ての通りコンボに使うのが基本です。相手の操作や状況によりますが、いろんな技がつながるのではないかなと。相手がぼんやりしていた場合、横スマッシュ攻撃を通ることもあるかも。実はメテオ効果があります。またこのぐらいの位置から崖つかまりしている相手を狙います。Ow. 崖つかまりするたびに時間が短くなるので、攻防が続いた時に使うと良いです。なおシールドを削りやすいという特徴もあります。次に空中攻撃。これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。少し巻いていきます。I like it how a lot of fighting games are like, okay, so we're going to limit the amount of special moves our characters have. Because the one of the things that's really not appealing towards casual players is the fact that characters have too many special moves. You can't remember all of these special moves, right? 8 specials, too much. Let's bring that down to 6. And here comes Sakurai with the game that is essentially the most casual friendly fighting game of all time. Then he's like, okay, so this character has like 70 fucking moves. Listen while I explain all of them in intricate detail. コンボに使えることはもちろん、床上の相手に有効な攻撃手段になることでしょう。It's almost like the characters and the concept of the game actually sell it towards casuals and not, you know, things being super simple. 相手を襲います。素早い空中制御ができることもあり、貴重な技。そして、着地狙いへのフェイントにも使えます。かろうじて追撃に使って復帰することもできます。Whoa, 狙うならジャンプの頂点か空中ジャンプの頂点から。それより下がりすぎると復帰は難しいです。次に掴みや投げについて。投げはワンワンならカメラが寄る演出が入ります。掴み攻撃はロップ砕き。持久は高めだけどヒットするまでが長い。 Wait, does it do the Tekken camera animations? No way. 低い位置は特に振りほどかれやすいです。前投げはつむじ蹴り。It does. That's badass. 後ろ投げは小ロ落とし。If it does the old Tekken camera shit. 上投げがエアインフェルノという名前になります。That's badass. That's such a nice touch. ブラスターで打ち上げるのですが、It's only in 1v1s, obviously. ブラスターで他者を巻き込めることもあります。
下投げは超パッチ。威力は低めだけど、特に低ダメージ。So he gets a unique throw off of like every single one of his throws. Stonehead is like his main forward. What was it? Forward 1-2? 斜め前、下、斜め前という入力後のつかみ。しゃがんだまま前に2回入れるようなイメージです。もちろんダメージは大きいです。So he has a true command grab. And it's good for KOs, wow. そして原作ファンならおなじみですが、いわゆる昇竜拳コマンドで特別な技が出せます。Here we go. 昇竜拳コマンドというのは、前、下、斜め前と素早く入力すること。こうからこういくような感じ。普通に昇竜拳コマンドを入れると、風神ステップが出ます。Oh.Right, crouch dash should be sure you. Are you going to make us manually input it? I think you are. So it's a sure you motion. The neutral doesn't have to be there. That makes sense. によるダッシュと合わせて前進するので、見た目よりも範囲は広いです。なお最後の斜め下入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速風神拳となります。So EWGF is the same. I'd imagine this is going to be even easier. This is probably going to have like a 5-frame window or something like that. なお原作では入力受付時間が1フレームだったのですが、それよりは甘めにしています。風神ステップ時にボタンを長く押すと雷神拳。Yeah, pretty much. You just explained it. 強い技の一つです。コンボに組み込むのも有効。無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。なお0時中にこれを出すと攻撃力が高いコマンド版の0時ドライブになります。風神ステップ中に必殺技ボタンを押すと奈落旋風。動きは斜め前方入れの螺旋幻魔脚に似ていますが、Yeah, I'm curious to see why this move would be good in this game, considering it's like Demon Kick, or like this is a good low starter in Tekken. What's the reason to have like a low starter? Is it going to crush guard more? なんと横アピールが魔神烈焼拳という4連コンボになります。原作と異なり複雑なボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ回避だし、oh, it said it had iframes. I missed that. 対戦では使えませんが、ヒットしたら驚くわ。ちょっと面白い動きなので入れてみました。全ファイターのアピールの中では一番強いです。当たり前ですかね。コンボに組み入れられないこともないですが、他の技の方が良いかなと。はい、以上です。これが格闘ゲームの個性だと思い、コンボ重視の側面を持つように作っています。つなげる技と吹っ飛ばす技がはっきりとしている。実際には相手の操作で避けられるし、蓄積ダメージや重さで異なる結果が出るので、いつも確実に当てられるコンボなどはほぼありません。That's the normal one. だけど、凍りやすいコンボはある程度開拓した方が良いですね。Oh my god, you get throw after it too. Oh, you can do Stonehead after wall rising too now? This is ridiculous. ただ、多人数の乱闘になると話が全然違ってきます。長いコンボをしていると第三者にやられるので、単発の破壊力にかけた方が勝ちやすいでしょうね。So similar to the other Shotos, like I think this guy has the exact same sort of thing. It's kind of hard in like a 4-8 player smash situation, but they do really well in 1v1s. すでに壁などバリバリ壊されていましたけれど、専用ステージは三島道場。どちらかというと、カズヤの道場ではなく平八の道場ですね。いろんなことがあった舞台。見ての通り、四隅が壁や天井で下がっています。このままだともちろん撃墜できませんが、Ryu and Ken、I can't stand them in Smash Brothers because and anything beyond 1v1, they're hard as fuck to use. 壊れるまでは比較的安全だけど、壊れてからは危険地帯です。Although Terry, I think it feels pretty damn good in an 8 player Smash situation. I feel like Terry works pretty well, or 4 player. 受け身を取ることができません。全部壊れるとこんな感じになります。場外になってからは画面外が近く、スクロールも追従しないので、密度感の高い戦いになることと思います。
なお、壊れた壁や天井はなぜか自然に直っていきます。説明では表示を省いていましたが、中央には兵八がいますね。立ち上がったり撃墜に反応します。なお、すり抜け床などはありません。 KOF スタジアムとはまた異なる新たな駆け引きをお楽しみください。 Damn. もちろん戦場か終点かも可能です。全体的に屋外になりますね。 That's just a cool looking stage in general, you know? ところで、Literal moonlit wilderness. アイアイ傘がありますね。原作をよく知る人ならわかるはず。 Oh, wow. Is that Kazumi and Heihachi? Is that what that says?今回は団体戦で行ってみたいと思います。相手チーム5人は火口に落とされた人々、被害者の会ですね。まずは壁を壊さないといけない。 First, I need to break a wall. あんまり傷つけたくはなかったがしょうがない。Bye, Ken. We're just gonna murder all these other Street Fighter and fighting game characters. See you later. もう全くすべて力が。Little Mac, no! You had so much to live for. Oh, dude, he's got his Tekken 7 outfit. Oh shit! Are they gonna give him his vampire costume? Or are they gonna give him his vampire costume? ダメだね。そんな簡単に通さないよね、コンピューターだから。Oh shit! ちゃんと説明したことが生きてるっていいですね。おっとっといけないよ。斜め上から狙われるの嫌いだよね、あなたは。Oh, he tried to stop it halfway through. I see. でもそういうのよくない。もう60、67。おっといけない。おあーつー下手くそー。 I didn't do very well. もう一回やらせてもらいましょう。 I'm just gonna kill everybody again. Y'all think this is like pre-recorded and shit, and it obviously is, but I think all those previous times where he seemingly nails all the CPU difficulties and does like a perfect demo, maybe he was just getting lucky all those other times. Cool. Ah, でも 49% も食らってる。一人目ですからね。あと4人。もうここはビーム使いましょう。うまく避けるんだよな、これ。はい。はい。B。届かん。いや、無敵だったかな。This is intense. 危ないね。つむじ蹴り。B。Damn, that beam is so good for immediate recovery. Like, you're gonna have to just wait on Kazuya and recover lower.まずいね、これ。I'm not seeing a lot of crouch canceling. こっちの方が射程は長いな。知ってた？ダメだ、こんなことしてちゃ。Yeah, Sakurai knows you can't demo the game like this. You can't play, you can't just keep shooting these things. You gotta be a crowd pleaser. See, Sakurai is a true content creator. You can't play games like this. No one's gonna like you.天使と悪魔だ。ところがこの位置はとてもいいですよ。画面の端に近い。そしてこのマルスがね、遠慮しないよ。Damn. この位置は。He's gonna do it though. And watch the audience is gonna start booing. その位置は全然ないんだ。さっき言った通り。お、ダメか。螺旋岩採集、岩採集。Oh! Okay. いいんじゃないですか。
So yeah, his, looks like his secondary costume is definitely... I wonder if it's in purple, right? I want his purple vampire outfit. Make it easier to see him. Oh my god, here we go. Ready for it to be like 80 songs or some shit?シリーズも多いので何百という曲がありますが、このように絞りました。全39 songs。今回の音楽は極めて多いです。Poolside's in there。今のシリーズまで織り込んでいます。四半世紀続いているタイトルの一つですから、歴史は深いですよね。Yodeling is in there, motherfucker! Yodeling made it! Oh my god! I can't believe Yodeling made it. That's first thing I was like, where's Tekken 6? Where's Tekken 6? Is Yodeling gonna make it? Oh my god, dude, that's amazing. The game is covering. Game is covering his face. これが鉄拳5、6調。Give us the good, the best one. Here we go. Smile. Now. 鉄拳調のポーズ。ちょっと懐かしい感じですね。That's the really old school one. Where's the smile? カラーバリエーションも見せたいと思います。We'll have to mod it in ourselves. 火炎刺繍の道着の下のみ。Oh, he does have Jin Kazama. 風間陣を意識したカラーです。Yeah.偶数カラーは、hey! The purple outfit! Damn! Look at that gold drip motherfucker on the left! 鉄拳のカスタマイズってこういうイメージありますね。ところで、カービィコピーはこんな感じ。Cute! デビルブラスターを打つ際、デビル化した姿を見ることもできます。Cute! Of course! 新しいスピリッツボードも加わります。ピックアップされたのは、ペアも含めて10種類。この中の風間陣のスピリッツはレベル99にするとデビル陣に強化できます。Of course. また、平八のお題においては、すでに発売されている平八のミーコスチュームを持っていれば、平八の姿に切り替えられます。と、ミーファイターの話題が出たところで、新しく販売されるミーファイターのご紹介です。Right? Doesn't have to be like a king ミーファイター?Round 10. Well, there you go. Wasn't this dude already in the previous game? Right? Wasn't Lloyd in Smash 4? Donadin. Dragonborn. This really looks like.Skyrim man? Oh shit! Not even Devil May Cry, it's Dante. Wow. Well, there goes that hope. Hope is lost. Oh shit! Cool. Includes a music track. That's really fucking cool.I did it. Damn, I was thinking there was going to be a shit ton of like Tekken stuff. Yeah, correct me if I'm wrong. Wasn't Lloyd in the previous game? I swear to God, maybe it was like a mod or something like that. He wasn't? He was. He was. Okay. I was about to say, like, that shit is like returning. 今回はいずれのものも癖が強いというか単体でも参戦希望される系というかスマブラで使えることに驚きがありますね。スカイリムの主人公の呼び名はドラゴンボーンにしました。原作ではドバッドバッドバッドと言われることもありますが表記の揺れがなくて済むので。なおドラゴンボーンはドバキンの英訳です。ドバキンとは原作のドラゴン語で竜の血族のこと。そしてシャンティは購入すれば楽曲が1曲追加されます。
ハーフジーニーヒーローからバーニングタウンという曲がその他カテゴリーに入ります。 That's really cool。 肝心の配信日です。6月30日に配信予定です。ファイターパスボル2があればそのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。そして久しぶりのアミーボ情報です。 Tomorrow Damn our legacy。 すごい壊れやすいっていうからそーっとこれです。メンメンのアミーボのサンプルができてきました。これが出るなら時間がかかるでしょうけれど、ファイターパスボリューム2のファイター登場も期待が持てますね。任天堂が三島和也のフィギュア作るというのもなかなかのおかしさがありますけれど、メンメンのアミーボはご覧の時期に発売予定です。 Did he say that that mean they're not gonna do 今までいろんなファイターやステージを作ってきました。 Does that mean they're not gonna do one? 新旧様々なゲームを一つの作品に落とし込むのは個人的にはやりがいがある課題でした。思えばスマブラ4の開発開始から、数えて連続10年近くとなり、だいぶ長い付き合いです。ライフワークというのですかね。しかしいよいよ次回がラストです。延長もありません。Won't be anymore. 披露するまでお時間いただきますが、 It'll be a while. 今年中には発売しますのでお待ちください。チームは I'm guessing Game Awards. 最後のテレワークで終えることになりそうです。 That's my prediction. まずはそれまで三島和也を楽しんでいただければと思います。それでは。 Yeah, my prediction is going to be Game Awards. Game Awards reveal and he comes out, or he or she, whatever character it ends up being, is probably going to be December.Well, there you go. Man, they went ham on Kazuya. I'm a little worried about his 8-player presence, especially because of his range and, you know, very good, easily abusable moves, how good they actually work out in a non-1v1 situation. If there's one thing that Sakurai has absolutely reaffirmed is that this dude is a huge fighting game fan and he is doing...his absolute damnedest to permeate the holy shit of the Smash roster with that element as much as possible.